According to the official website of Vaticano, it describes about the coat of arms of Pope Francis as follows. Pope Francis had decided to keep his previous coat of arms, chosen at the time of his episcopal consecration and marked by linear simplicity. At the top of the shield is the emblem of Pope's religious order, the Society of Jesus, a radiant sun carrying the letters in red, IHS, the monogram of Jesus. The letter H is crowned by a cross. Beneath the letters are three black nails. Lower down on the shield, there is a star and spikenard flower. The star, according to ancient armorial tradition, symbolizes the Virgin Mother, the Mother of Christ and the Church, while the spikenard symbolizes Saint Joseph, patron of the Universal Church. In traditional Hispanic iconography, Saint Joseph is shown with a vine in his hand. By bearing these images on his shield, the Pope communicates his special devotion to the Most Holy Virgin and to Saint Joseph. フランシス法王の The Coat of Arm、 つまり紋章です。バチカン発行の公式の説明文によれば次のようになっています。青い盾は歴代の法王の権威の象徴です。金色と銀色を主体に赤いラインで構成されています。その盾の上部にはフランシス法王のエンブレムが表現されています。つまりイエズス会の紋章です。そこには光を放つ太陽とともにイエスを象徴する HIS の頭文字が書かれています。そしてその上には十字架が描かれ、その下には3本の黒い釘が描かれています。で、さらにその盾の下には星とスパイクナードの花、つまりオミナエシカの甘蔗、甘い松と書いて甘蔗と読みますが、そのスパイクナードの花が描かれています。星は聖母マリアを表したものであり、スパイクナードの花は聖ヨセフを表したものです。ここが重要ですから繰り返しますが、フランシス法王の紋章には聖母マリアを象徴する8方向に伸びる星と聖ヨセフを象徴的に表したスパイクナードの花が描かれているというのです。そして公式のウェブサイトには次のようにあります。これらの図柄を並べることにより、フランシス法王は聖母と聖ヨセフへの献身の深さを表現したと。が、本当にそうでしょうか。本当にそのように考えてよいのでしょうか。マリアを意味する8方向に伸びる星がそこにあることは私にも理解できますが、聖ヨセフ、スパイクナードの花、それとも皆さんは聖ヨセフを知っていましたか。スパイクナードの花を知っていましたか。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。フランシス法王の紋章です。画面を見ながら説明します。で、今も言いましたように、青い盾はつまりは権威の象徴というわけです。で、この紋章の中には大変な謎が隠されています。今赤枠で囲ったのが8方向に伸びる星、つまり金星を意味する、つまりは稲荷なイシュタールの紋章ということになります。そしてこの公式のホームページによれば Virgin Mother をシンボライズしたものだとあります。そしてその向かって右側には
スパイクナードの花、日本では甘い松と書いて甘松という植物だそうですけども、オミナエシ科の植物の一種だそうです。その花が描いてあるというのです。そしてこのスパイクナードの花は聖ヨセフをシンボライズしたものだとあります。そしてポープフランシスはですね、これらの絵を描くことによってホーリーヴァージンとセントジョセフへの献身を意味したというふうに説明されています。別の角度から検証を続けてみます。左はバビロニアで見つかったバウンダリーストーンです。境界石です。この境界石の頂点に3人の神が表現されています。向かって左側に8方向に伸びる星で描かれているのがイナンナ・イシュタールの紋章です。8方向に伸びる星、つまりこのような形で図らずもポープ・フランシスはイナンナ・イシュタールイコール聖母マリアであることを表現しています。そしてその右の右にシャマーシュ、つまり渦の紋章が描かれています。太陽の紋章です。イナンナ・イシュタールと渦シャマーシュは兄弟であったと言われています。そしてその父親が月の神セインということになります。でもう一度その紋章を並べて考えてみます。左上がイナンナ・イシュタールの紋章、そしてその紋章に渦シャーマーシュの紋章を加えてできたのがイエズス会の紋章ということになります。両方を足してできたのがイエズス会の紋章ということになります。8方向に伸びる星とそして太陽の紋章を加えてできたのがポープ・フランシスの紋章ということになります。つまりイエズス会の紋章ということになります。で、大変興味深いことにイナンナ・イシュタールの I、 ウツ・シャマーシュの S、 その頭文字を取って IHS となったとも考えられます。この IHS の意味についてはさまざまな意見が出されています。 IS ですね、つまりイシュタール・マリア・シャマーシュ・キリスト説がここから生まれましたが、これはローマンカトリックにとっては誠にまずい説ということになります、まあ、しかしこうして並べてみるとそれもありということになるのではないでしょうか。繰り返しますが、 I イシュタール、 S シャマーシュ、そして H はひょっとしたらその上位の父親のシンを表す別の名前であったとも考えられます。ともかくも I はイシュタール、 S はシャマーシュの頭文字と考えると謎がすっきりと解けます。つまりイエズス会の紋章はイナンナ・イシュタールの紋章とウツ・シャマーシュの紋章を合わせてできたものである。そして IHS というのはイシュタールとシャマーシュの頭文字を取ってできた文字ということになるということです。マラノという言葉はもともとは迫害を逃れるため、キリスト教に改宗したユダヤ人を意味する別種語として使われていました。そうしたユダヤ人は、キリスト教徒のふりをしながら、密かにユダヤ教を信仰していました。マラノの手は、現在、正義を意味するハンドジェスチャーとしても広く使われていますが、もともとは、シグナムマラノ、つまり、そのマラノであることを示すハンドサインということになります。広し林
浜祭り Japan。 現在マナヌスの手はイルミナティもしくはイエズス会のシンボル的なハンドジェスチャーとして広く使われています。これがイエズス会の紋章です。中央に IHS と書かれ、周りを太陽の模様が取り囲んでいます。この IHS の意味について、イエズス会のホームページは、これは救いの人イエスの略称であると説明しています。つまり3文字の頭文字を取って並べたのが IHS であるとです。まあ、他にもいろいろな説があります。ギリシャ語でイエス、IES の E がですね、H に変わったものだと説明する人もいます。あるいは、この文字そのものにですね、意味があって、それは、この印によって何時は勝利を得んと、を意味すると説明する人もいます。あるいは、この十字架に救いありを意味すると説く人もいます。まあ、いろんな説があるということは定説がないということですね。で、現在の法王は、そのイエズス会の出身です。フランシス法王です。そのフランシス法王の紋章が一番上です。で、この紋章をよく見ますと、これはローマンカトリックの紋章にイエズス会の紋章を加えたものであることがわかります。これがローマンカトリックの紋章です。それにイエズス会の紋章を加えて、そして、中央のフランシス法王の紋章になったというわけです。で、このフランシス法王の紋章に注意していただきたいと思います。青い部分です。その左下に八方向に伸びる星が描かれています。これはローマンカトリックの方では、マリアを意味する、マリアを象徴する文様だと説明しています。で、しかしこの八方向に伸びる星ということになりますと、バウンダリストも見るまでもなく、これはイナンナ・イシュタールの紋章です。シュメルではイナンナ、バビロニアではイシュタールと呼ばれていました。その中央、最上部に、まあ、君臨するのが、女神中の女神、すなわち、イナンナ・イシュタールということになります。なわち、このような形で、図らずも、マリア、キリスト教で言うマリアというのは、イナンナ・イシュタールであるということを、まあ、フランシス法王は示したということになります。が、それだけではありません。この上の部分を見ていただきますと、ここに太陽の文様が書いてあります。太陽ですね。太陽といえば、シャーマッシュです。サンゴードです。このバウンダリーストーンでは、中央、やや右下にあります。これが、シャーマッシュです。イシュタールの兄弟と言われています。ここに太陽の紋章が書かれています。つまり、このような形でですね、イシュタールとシャーマッシュが組んでキリスト教を立ち上げたという私の説を裏付ける形になりました。シャーマッシュですね。ギリシャ神話名ではヘリオスです。チタン族ですね。で、オリンピアに負けて、その座をアポロンに譲ります。まあ、ともかくも、このような形で、イシュタールとシャーマッシュがここに出てくるわけです。それが、図らずも、フランシス法王の紋章の中に描き込まれていたということになります。なあち、ここで注意していただきたいことはですね、この IHS の言葉の、まあ、文字の意味については定説がないです。が、こういうことも考えられるわけですね。I はイシュタールの頭文字。そして、S はシャーマッシュの頭文字ということになります。なあち、まあ、このような形でですね、IHS は、すなわち、シュタールとシャーマッシュを表しているということになります。イエズス会の紋章にそれが使われているということになります。これ重要な、大変重要な意味を持つわけですね。すなわち、シュタール、イナンナですね。日本と大変関係の深いイナンナです。そして、シャーマッシュ、ウツですね。それが、このような、もう、イエズス会の紋章の中に、その頭文字が並んでいるということになります。イシュタール、なわち、ヘブライ名はマリアです。シャーマッシュですね。ギリシャ神話名はヘリオスです。そして、マリアとイエスの正体は、イシュタールとシャーマッシュであることを、このような形で、まあ、証明したということになります。それをしていたのが、今でもなく、ミケランジェロということになります。ミケランジェロは、この事実を知っていたと、私、林浩司は、判断しています。で、ミケランジェロに話をつなげていきます。ミケランジェロ・ブラノティは最初に、まあ、言いますかね、このピエタ像を歴史の中でも 最高傑作と言われているこのピエタ像を彫刻します。その向かって左側、マリアの右手を見てください。中指と薬指がくっついてますね。つまり、このような形でミケランジェロは自分が
まだの、つまり、隠れユダヤ教徒であったことを示したということになります。まあ、イルミナティのメンバーであったことを示していることにもなります。まあ、まだこの頃ね、イエズス会は生まれていませんので、このピエタ像ができてから35年後にイエズス会は発足しますから、考え方によってはですね、イルミナティが前身となって、その後、その精神を受け継いで、イエズス会が生まれたとも考えられます。まあ、これがイエズス会の、修道士の絵ですけども、中指と薬指がくっついている点に注意してください。まあ、このような形で、イエズス会のメンバーは自分たちの存在を誇示したということになります。まあ、それと同じハンドジェスチャーをですね、ピエタ像のマリアもしているということです。で、これはザベル、フランシスコ・ザベルですけども、やはり中指と薬指がくっついていますよね。まあ、このような形で日本とも大変深い関係があるということです。まあ、35年後にね、イエズス会が生まれますので、ピエタ像ができた時にはまだイエズス会はなかったということになるわけです。で、この情報はイタリア在住の協力者であるニコ・ジェロゾさんからいただきました。もともとイエズス会というのはですね、ここにもありますように、イエスの仲間という意味だそうです。あるいはイエスの会ということになります。まあ、当時、ローマンカトリックはマリア教と変身していましたからね。イスタール、すなわちイースターとなったわけですね。変、名前を変えたわけです。下が、マラノスの手です。まあ、現在はこの中指と薬指を曲げて使っています。現在のローマ法王の手を中部からご覧ください。まさしく、マラノスの手をしています。すなわち、こういう形で、私は隠れユダヤ教徒であることを示しているわけです。マラヌスの手です。まあ、これはまあ皆さん、昔はですね、隠れユダヤ教徒のシンボル的なハンドジェスチャーとして使っていました。まあ、そうした迫害の中からですね、正義という言葉が生まれました。現在、このハンドジェスチャーは、V サインとしても使われています。同時に、このシンボルマークは、正義、ジャスティスの、ジャスティスを意味するシンボルマークとしても使われています。世界中の指導者たちも使っています。マナヌスの手です。日本の政治家、それから皇族もこのハンドジェスチャーを使っています。まさしく正義を表すシンボルマークということになります。で、結論ということになりますけども、ピエタ像ですね。そして、ピエタ像のマリアはですね、そのマナヌスの手をして今、ハンドジェスチャーを作っています。注意深くご覧ください。イエスの鍵ということになります。まあ、今までの話を総合していきますとですね、1500年後にイエスは復活したということになります。そして、現在の今も私たちのそばにいるという可能性が大変強くなったということです。まあ、そうした証拠が、こういったところに残ってるわけですね。そして、ミケランジェロはこのような絵を描き残しています。神聖な礼拝堂の壁画です。まさしく、神と人間が指をつなぐその瞬間ということになりますけども、やはりここでもマルヌスの手が表現されています。注意深くご覧ください。イエスは、現在の今も、私たちの近くにいるということを、ミケランジェロ、イコール、1500年後のイエスは、ミケランジェロを使って、このような絵を表現したと、私、林博士は考えています。が、ここで一つ、大きな謎が残ります。この紋章の向かって右側、ここにこのような模様が描かれています。これについては、先ほども言いましたように、スパイクナードの花であると、まあ、そのように説明されています。そこで、スパイクナードの花がどんな花であるか調べてみました。右がその
スパイクナードの花です。似ているかなと思われるような花を集めてみましたが、似て非なりと言いますか、どうも違うような気がします。本当にこの中央の紋章の花はスパイクナードの花なのでしょうか。疑問が、謎が大きく膨らんできました。マリアの紋章の右に聖ヨセフを表現したスパイクナードの花、バランスが取れません。やはり私はこの花のようなものは松ぼっくりを表したものではないかと考えています。松ぼっくりです。その松ぼっくりがバチカンの庭に飾られています。中央がそのパインコーン、松ぼっくりです。まあ、この松ぼっくりがここにあることについてはいろいろな経緯がありますが、ともかくもここにスパイクナードの花があるということ自体おかしなことということになります。それが本当に松ぼっくりであるかということは別にして、あのマルドックも同じようなものを手に持っています。右がバビロンのマルドックです。マルドックが持っている松ぼっくりのようなものに注意してください。松ぼっくりのようなものということになります。そして比較してみると、これら三者は大変よく似ていることがわかります。つまりスパイクナードの花のようなものではなく、私はやはりマルドックの持っている松ぼっくりのようなものと考える方が正しいのではないかと思います。皆さん自身の目で見て、皆さん自身で判断してみてください。つまりエーススカイの紋章の中にはマルドックが持っていた、あるいは持っている松ぼっくりのようなものが描かれていた、いるということになります。こうした説の上にイエスイコールマルドック説を重ね合わせてみると、奇妙にといいますか、謎が一気に氷解するのがわかります。そしてそうした事実をイエズス会のメンバーは知っていた。そして当然のことながらイエズス会出身のフランシス法王もそれを知っていた。そしてそれをフランシス法王の紋章に表現したと考えることは、すごく合理的、妥当なことだと私はそのように考えています。で、向かって左側がイシュタールイコールマリア、そして向かって右側がマルドックイコールイエスということになります。またそう考えるとしっかりとバランスが取れているということになります。これがこの動画の結論ということになりますが、この話もローマンカトリックにとっては誠にもってまずい話ということになるのではないでしょうか。そこで松ぼっくりのようなもの、マルドックが持っていた松ぼっくりのようなものをスパイクナードの花と仕立て、そしてそのスパイクナードの花は聖ヨセフを表現したものだと説明しているのではないかというふうに私は考えて疑っています。後の判断は皆さんにお任せします。 Bye for now。なお、イエスは誰なのかということについて、現在のローマ教皇のフランシス教皇はですね、2014年の公式ミサの中で次のように述べています。ヘイレル、夜明けの、明星、神を指してですね、イエスはあなた様の息子ですとです。つまり
ヘイレルを指してですね、イエスはあなた様の息子ですと発言してしまったわけです。この発言がですね、カトリック教徒の間の中では大変大きな問題となりました。というのはですね、ヘイレルというのはまたの名をルシファー、つまりサタン中の大サタンということになるわけです。ですからフランシス教皇はですね、ヘイレルを指してイエスはあなた様の息子ですと宣言してしまったわけです。つまり現在のイエスはですね、大サタンのヘイレル、すなわちルシファーの息子であるとです。が、この今のこの発言はですね、音声を切ってありますが、音声部分は全世界でブロックがかけられています。ですから私の方でこの発言内容を説明しています。そしてヘイレルの股の名をイア、エア、エンキ、プロメテウスと言います。人間を改造したがゆえに大サタンと位置づけられた、まあ、ルシファーですよね。とそれから人間を改造したがゆえに人間の側から見れば大英雄のプロメテウスとは同一神です。つまりフランシス教皇はですね、イエスはヘイレル様あなたの息子ですといったその発言の向こうには、そうした重要重大な問題が隠されていたということです。しかしながらここで図らずもフランシス教皇はさらに重要な事実を発言したということになります。現在のイエスイコールマルドック説、これは私林浩が2012年以後に発見したことです。そのマルドックはエア、エンキ、プロメテウスの息子です。ですから図らずもこのフランシス教皇の発言はですね、そうした事実を裏付けたということになります。In the Hebrew or Masoretic text, the word translated Lucifer in the King James Version is Hailel. This is a very important part of this video, and then I say it again that the word translated Lucifer in the King James Version is Hailel.This word is also found only one time in the Bible. According to Jewish sources, the word is literally shining one and was a Hebrew word for the morning star. Now in the world, Lucifer has been used as a name of King Satan, though Pope Francis called Lucifer as father of Christ. But why? Here in this video is its answer. ヘブライ語あるいはマソーラ学者の教義によれば、キング・ジェームズ版の中で翻訳されているルシファーはヘイレルとなっています。ヘイレルです。ルシファーイコールヘイレルです。ここが重要です。ヘイレルです。ユダヤの原書によればヘイレルという言葉は文字通り光り輝くものという意味であり、ヘブライ語では朝の星を意味します。ルシファーといえば一般世界では悪魔の大王と位置づけられていますが、フランシス法王はそのルシファーを救世主、つまりイエスの父と呼びました。なぜでしょうか。その答えはこの動画の中にあります。広志林浜松市ジャパン。ここにお見せするのは歴代のローマ法王の紋章です。で、この紋章に注意してください。中央に IHS
と書いてあります。この IHS に注意してください。この IHS の解釈にはさまざまな解釈がありますが、私林博士は全く別の視点からこの IHS の謎解きに挑戦しています。 IHS に注意してください。で、この IHS は何を意味するかですけども、その謎を解くヒントをアゴスティノ・ヴェニチアーノが残してくれました。レオナルド・ダ・ヴィンチと同時代の画家ということになりますが、こんな一枚の絵を残していますが、その絵の中には1502という数字が隠し込んでありました。15はイナンナ・イシュタールの神聖数、20はシャマーシュの神聖数です。古来ペルシャ周辺では右読み左読み右書き左書きは自由になされていました。ですから02は20と読みます。それはともかくも、私林博士は今までの検証の中でキリスト教はイナンナ・イシュタールとシャマーシュが立ち上げた宗教であると主張してきました。その流れの中で IHS の意味については、 I はイシュタールの頭文字、 S はシャマーシュの頭文字であると判断していました。理由あるいはその根拠があります。これはメソポタミアで見つかっているバウンダリーストーンです。境界石です。この境界石の頂点、向かって左側にイナンナ・イシュタールの紋章、そして向かって右側にシャマーシュの紋章があります。左にイナンナ・イシュタール、右にシャマーシュの紋章です。この紋章をよく見てください。一応左は金星を表しているというふうに言われています。左は金星、右は太陽を表していると言われていますが、この2つの紋章を足してできたのが歴代のローマ法王の紋章ということになります。図柄を比較してみてください。つまり金星の模様と太陽の模様を合体させてできたのがローマ法王の基本的な紋章となっているということです。中央から8方向に金星の模様を描き、そしてそれにシャマーシュの太陽の紋章を描き加えたというわけです。となると中央の H は何の頭文字かということになります。 IHS の H です。 I はイシュタール、 S はシャマーシュです。となるとこの H は何かということになります。で、先ほどから説明していますように、 H はですね、ヘイレルの頭文字であると私は考えました。が、それを説明する前に一つ重要な外堀を埋めておかねばなりません。アゴスティノ・ヴェネチアーノの絵に戻ります。この絵の向かって右下に描かれている人物に注意してください。この人物は誰かということですね。で、この人物と同じ人物をあのミケランジェロがカッシナの戦いの絵の中に描いています。右下に注意してください。ポーズ、姿、全く同じです。ということは右下の人物が誰か分かれば、アグスティノ・ヴェネチアーノの描いた人物も誰か分かるということになります。回りくどい言い方はやめます。結論を先に話しておきます。向かって右下にいるのがイエス、そして左の
青枠で囲ったのがイナンナ・イシュタール、つまりマリアということになります。ここが重要な部分ですから、もう一度繰り返し皆さんに確認していただきます。アグスティのヴェネチアーノの解体です。この中には隠し文字、隠し数字の形で数字が書き込まれていました。1502です。15つまり15はイナンナ・イシュタールの神聖数です。そして20はシャマーシュの神聖数です。イナンナ・イシュタールイコールマリアについてはすでに何度も証明してきました。20はシャマーシュの神聖数です。先ほどお見せしましたバウンダリーストーンです。地球全体を360としてイシュタールは24分の1の支配権、シャマーシュは18分の1の支配権を持っていました。そこから15、20という数字が生まれました。つまり左はイナンナ・イシュタール・マリアです。20はということになりますが、その流れからして当然イエスということになりますが、それにはもう一つ証明しなければならないことがあります。つまり左の立っている人物がイナンナ・イシュタール・マリアであることは、これはもうここで簡単に証明できますが、右下のシャマーシュがイエスであるということについてはですね、この段階ではまだ断言できません。それについてはもう少し後で説明しますが、ともかくもここでアグスティノ・ヴェネチアーノの書いた2人の人物とミケランジェロ・ブラノルティの書いたカシナの戦いの中に描かれている2人の人物がパーフェクトに一致するということに注意してください。つまりアゴスティノ・ヴェネチアーノの絵の中では右上の人物はシャマーシュです。となるとミケランジェロ・ブラノルティの書いたこのカシナの戦いの絵の中の右下の人物が誰であるか分かれば、この謎が解けるということになります。ついでながらミケランジェロ・ブラノルティの書いたカシナの戦いの絵の中には775027という数字が隠し込んでありました。ユダヤのゲマトリアによって解読すると、キリスト聖書のカインとなります。キリストというのは聖書でいうところのカインだよという意味になります。1500年後のイエスはルネサンスの時代に現れて、さまざまなメッセージをこのような形で私たち人間に残してくれました。で、カシナの戦いの絵の中に描かれている右下の人物が誰であるか、その証明をしてみます。これはミケランジェロ・ブラノティが彫ったとされるピエタ像です。このピエタ像のイエスの向かって左側の右腕に注意してください。ボコボコとした人間にはない、つまり古文のようなものが表現されています。この古文に注意してください。この古文を持った人物と同じ像がですね、ミケランジェロの頭の戦いの絵の中に描き込まれていました。それが向かって右側の絵です。この人物は頭に花冠をかぶっています。つまりこの中の王であることを示しています。この人物の左上を明るくし、そして反転して拡大していますと、その腕は先ほどのペーター像の中に彫り込まれているイエスの腕とピタリと一致します。コブなどの位置に注意してご覧ください。つまり左がイエスですから、今中央になりましたけども、この人物もイエスということになります。そして同じ人物を今度はレオナルド・ダ・ヴィンチが解剖図と言われている絵の中でそれを描いています。腕に上腕にですね、奇妙なヒレのようなものまであり、それが三者一致しています。つまりこのような形でこの3人はイエスであるということになります。
左下がペーター像です。つまりこのような形で、まあ右の人物がですね、イエスであることをマケランジョ・パラルティを通して1500年後のイエスは私たちに重大なメッセージを残したということになります。もう一度このコブに注意してください。繰り返します。左がペーター像の中で彫り込まれているイエス・キリストです。処刑後のイエス・キリストです。で、この人物の顔とカッシナの戦いの右下に描かれている人物の顔を比較してみてください。中央の絵は左右反転してあります。つまり、向かって右上の人物がイエスですから、中央もイエス、左もイエスということになります。つまり、こうして中央、上の人物がイエスであることが証明されました。以上のことを心に留めて、もう一度冒頭で紹介しました動画をご覧になってください。で、結論ということになります。IHS の I はイナンナ、イシュタールの頭文字、S はシャマーシュの頭文字ということになります。となると、この中央の H は誰かということになります。イエス、そしてマリアより上位に位置する神ということになります。で、その謎を解く鍵をアゴスティノ・ヴェネチアーノが残してくれました。1号はイナンナ・イシュタールの神聖数、20はシャマーシュの神聖数です。つまり並び方も同じということですね。そしてその頭文字を取って I、 そして S が決まったというわけです。となると中央の H は何かということになります。さまざまな説明がされていますので、興味のある方はご自身で調べられたらよいかと思います。ともかくもこの H は何かということですけれども、つまりその上位の神ということになります。ではその上位の神は誰かということになりますが、 H、 つまりヘイレルということになります。ヘイレル、つまり延期、エア、プロメテウスということになります。つまりルシファーということになります。人間創造の神プロメテウス、しかしローマンカトリック側から見れば悪魔中の悪魔、ルシファーということになります。
その解釈は、まあ、人間側から見るか、あるいは神々側から見るかによって全く二つに大きく分かれます。人間の英雄なのか、それとも悪魔なのかということなんですね。人間を改造した罪により、エア、エンキ、プロメテウスは天界から追放されて堕天使となって地上へ降りてきますが、それが良かったのか悪かったのか、その人間の運命を決めるのは、つまりは人間自身ということになります。つまり人間にとっては英雄かもしれませんけども、宇宙全体から見れば悪魔的な、まあ、存在なのかもしれないということです。ともかくもこれで H の謎が解けました。 H つまりヘイレルだったのです。つまりイシュタール、シャマーシュの中央にあって、そしてイシュタール、シャマーシュを統括しているヘイレルということになります。そのヘイレルとは誰か、言うまでもなく堕天使、第一天使であったエンキということになります。そしてそれを時の法王フランシス法王が公の場で改めて認めたということになります。フランシス法王はイエズス会の出身です。 Bye for now.